にちは、新州読書会の宮沢です。今日も明治維新の続きを解説していきます。メルマガ登録、メンバーシップ登録、よければお願いします。ノートでコンテンツを販売します。哲学のコンテンツ、フランス革命のコンテンツ販売しておりますので、概要欄にリンクがあります。よかったらご覧ください。今日は188ページ、大村から山形へ。当時すでに首都は東京であるのに、大村の新しい陸軍の施設が大阪に集中したのは、大阪は陸海視察の地にして広告の中央に位し、四方の辺に王子屋敷をもってなりという、この四方の辺、すなわち諸藩の反抗の可能性について、大村は、東北諸藩はもはやその力はなく、将来政府に反抗する主力は近畿、伊勢、特に薩摩にありと見て、それに備えるために軍事施設を京阪に集中しようとしたということです。大村益次郎は、ゆくゆく中央政府に逆らってくるのは薩摩藩だということで、大阪に軍事施設ですね、兵部省、兵学寮を設けましたけども、そこに、青年社、幼年学校も敷設して、ここに軍備っていうか兵隊を置こうとしたわけですね。それは薩摩藩を牽制するためだった。しかしこのことが薩摩藩の人たちから恨まれるんですね。で、続きです。大村が薩摩氏族に代表される不平氏族を警戒していると同様に、薩摩をはじめ各地の氏族も氏族を弱める改革を進める大村益次郎を憎み、9月4日元の長州騎兵大使、越後の総猛隊の一つである挙手大使及び秋田の士族らは、大村を京都の市中で襲い、これに重傷を負わせた。そのため大村は11月5日に死亡した。このように長州、越後、秋田と出身地のかけ離れた士族たちが一団を成しているのは、彼らに全国的な連絡のあることを示している。秋田の士族、長州、越後、秋田の出身地の離れた不平士族たちに申し合わせて殺されてしまいましたということです。大村が、で、続きです。大村が倒れた後の兵部省は大混乱に陥った。兵部大将の船越守、これは船越守、芸州藩出身同山田清氏、長州出身らが三義木戸高吉に守られて、大村の意図を実現しようと全力を挙げたが、これに対して同じく兵部大将の黒田清隆ら薩摩派は猛烈に反対し、これまでの兵部省の努力は陸軍にのみ注がれているが、海軍を侵攻せよと主張した。長の陸軍、薩の海軍という明治時代を貫く反発の対立の原型がここに早くも現れているということです。大村益次郎に兵学を習ったこの兵部大将の船越守、あとは山田清という人はナポレオン法典を研究して後司法大臣になっている人なんですけども、我々たちは大村の言った兵部省の兵制改革ですね、軍事改革、軍政改革を続けようとしたんですけども、薩摩派に反対されまして、陸軍ばっかり改革しようとしてるけど海軍も作んなきゃダメだということで、この後長州中心の陸軍、薩摩中心の海軍という派閥、藩による派閥が出来上がっていくということになります。これが明治時代にずっとこの反発の対立が、できて、太平洋戦争に至るまで陸軍と海軍はずっと、仲が悪いということになっていくと。人事面で陸軍が長州、海軍が薩摩藩の影響が大きかったってことですね。ということになります。で、続きです。続いて長州の前原一世が兵部大夫に信任した。彼は保守的な士族で、長州でも木戸らと対立し、また軍備についた諸藩士族軍隊があるから陸軍はそれで良いとし、
海軍大拡張となり、その点では薩摩閥と同じであったが、長州人として薩摩人には同調しがたい感情もあり、兵部省内の混乱は続いた。明治3年8月、長州の元の騎兵隊幹部であった山形有朋と薩摩の西郷嗣道がヨーロッパの軍事衛星視察から帰国して、山形は兵部省府、西郷は兵部大将となり、9月、前原大夫は辞任し、兵部省の実権は山形西郷に帰したということです。山形有朋、今日2022年9月29日ですけども、9月27日に安倍元首相の国葬儀っていうのがありましたけどね、菅元首相が、前首相か、岡義武っていう政治学者がいるんですけど、岩波新書から出てる、山形有朋って本があるんですね。それを引いて、安倍さんのなんか追悼、弔辞を読んでましたね。びっくりしましたけど、私。本当に読んでたんかなって思って、失礼だ。安倍さんがその山形有朋、岡義武の山形有朋を読んでて、そこにマーカーが引いてあったみたいな、ね、ことが出ましたけど。まあ、長州出身の陸軍作った人ですね。まあ、陸軍の中高の層。まあ、だから、大村益次郎が死んだ後ですよ。まあ、大村益次郎は何によって殺されたのか、まあ、西郷隆盛が裏で糸引いて殺されたんじゃないか説がありますけども。まあ、その後、まあ、同じ小中出身の騎兵隊幹部だった山形有朋が、陸軍を、まあ、日本の軍隊、陸軍を作り上げていくということになります。で、それ一緒にやったのは西郷嗣道ですね。これは西郷隆盛の弟ですね。ということで、兵部省の実権は山形と西郷が握ることになったと。で、これで兵部省内薩長協力ができ、平成改革が次第に軌道に乗ると言っても、平成の統一と将校の養成及び諸藩兵力の削減が主である。まあ、兵式の統一ですね。まあ、フランス式で統一しようって言ってたんですけど、まあ、プロイセン型になっていくんですね、この後ね。あの陸軍は。で、あとは諸藩兵力を削減していくと。まあ、あの、中央政府で平成を一括するってことなんで、軍事力を。まあ、各藩の兵力を削減していくと。で、中央に強力な直轄軍を持つことはまだ目処も立たなかったということです。では続きです。民族利権の回収。中央政府の軍事力を作るのと並んで政府が困難したのは外交問題だった。2年2月、保証岩倉智美は当面の急務3か条として、蝦夷地開拓、財政確立と並んで外交のことを挙げ、木金のごとく、外国の兵隊を我が校内に上陸せしめ、また、遺留要人の我が国の法を犯すもあるも、彼が国の漢字をもってこれを処置せしむるは、我が公国の自辱甚だしきものという。ここには彼らの痛切な国家的自覚が現れている。まあ、治安維持法っていうかですね、上陸してる、あの、外国の兵隊が、日本の法律に違反しても、裁けなかったんですね。外国の法律でしか裁けない状態で、まあ、その、不平等条約結んじゃったんで、治外法権があって、これでは、屈辱だってことですね。で、続きです。そして彼らなりの条約の改正を努力したが、一つには外交知識と経験の不足もあって、何から始めてよいかわからなかった。それでも重要な民族利権を早く回収するのに成功した。その一つは、旧幕府がの外国係老中小笠原生の神が、慶応3年に、12月にアメリカ・ポートメンに与えていた江戸横浜間の鉄道敷設経営権を否認したこと。もう一つは、北海道七重村のプロシア人ゲルトネルの租借地を回収したことである。前者の鉄道利権については、明治2年正月、アメリカの駐日代理公使が政府にその確認を求めてきた。そんな利権のことは政府は寝耳に水である。政府はそれを拒否した。
イギリス公使パークスは、この鉄道利権がアメリカに取られることを非常に心配し、政府に鉄道敷設権を外国に渡すことは植民地化されるもとになると忠告し、アメリカの要求を拒否するように、主従の助言を与えた。前の旧幕府の外国奉行が、小笠原義の神ってこれ、あれですね。第二次長州征伐の時、小倉城から逃げちゃった人ですけど。この人が江戸横浜間の鉄道敷設権をアメリカ人の商人に売っちゃったんですね。あとは、榎本武明が七重村のに租借地、これ、139ページに書いてあった話ですね。渡しちゃったと。うっかり。で、これが、どうなってんだと、権利がっていう問い合わせがあったんですけども、まあ、政府はそんなことしてなかった。勝手に幕府が鉄道敷設権、譲渡してた。で、パークスは、鉄道敷設権取られちゃうと植民地化されてて、アメリカの要求を拒否するように証言を与えたんですね。で、明治2年11月、新任のアメリカ公使デロングは、あくまでも鉄道利権の確認を要求し、日本政府がこれに応じなければ日米国交にも害があると脅してきたが、政府は明治3年正月、小笠原が利権を与えたというのはすでに王政復興後のことであって、もはや外交にあたる資格のない旧幕府役人のしたことだから、政府がそれを継承する義務はなく、また実際に小笠原が利権を与えた確証もないとの理由で拒否し通した。この交渉の間に政府自ら鉄道建設を計画したということです。アメリカの公使に、その、我が国のね、商人が、鉄道敷設権を、横浜、東京の鉄道敷設権を持ってるって言うんだけど、どうなってんだって言って。それは前の政府がやって、まあ、書類もないから。で、王政復興後に勝手に、前の幕府がやったことだから、しらばっくれた。継承する義務もないって言ったんですね。で、自分たちで鉄道建設をしなきゃいけないってことになって、続きです。それは政治的軍事的観点から出たことで、東京から中山道を通り京都大阪を経て兵庫に至る幹線と東京横浜間及び大津津軽間に支線を敷くというのである。その費用として外債を募ることと工事の一切等、政府はパークスの推薦したイギリス人レイに任せた。ところがレイは大きな不正をしたので解約し、明治3年4月改めてイギリス東洋銀行と契約して、額面100万ポンド、480万両の外債を発行価格は額面の100ポンドにつき、98ポンド、キューブ利付きという欧米各国相互間の外債と比べて法外に高利の植民地的条件でロンドンで募集し、東京横浜間の鉄道をつけることにした。東京横浜間の鉄道を自分たちで作ることになったんですけど、資金が足りないんで、まあ外債ですね。外債っていうのは、まあ、日本の国債。日本の国債は日本人に言ってるけど、外国人に言ったわけですね。政府の借金ですよ。借金証書。これが、キューブ利付き。利回り 9%。すげえ、法外に高い。ものじゃないと引き受けてくれなかったんで。キューブ利付きという、植民地的、高利回り。だってこの利回りは税金ですからね。外国人が外債買ってくれて年 9% の利回りを、クーポン、払わなきゃいけない。それじゃないと、資金が調達できなかったけども、まあそうやって調達したと。最初はさらにその、イギリス人の商人だからなんかレイっていう人に騙されちゃったってことですね。パークスが推薦した。でもそれでも作ろうとしたのは、これその理由が続きに書いてあります。この鉄道には政治的意義もあるが、重点は経済的意義に置かれていた。そこで政府部内では壇上台、これ壇上台っていうのは検察庁と警察庁が一緒になってるんですね。はじめ保守派が鉄道敷設にも反対し、その金で海軍を作れと主張したが、商人はこの鉄道建設を熱烈に支持した。経済上の観点から生糸の生産地上州と輸出港横浜をつなぐ鉄道敷設が民間では要望されていた。上州、群馬県で、富岡製糸場ってありますよね。キートが取れるんですよ。養蚕をやってんで。それを鉄道で運ばなきゃいけないと、群馬から横浜まで。だから鉄道を引きたかったと。だから商人の人たちは、
鉄道建設を支持したんですね。で、大倉、大熊、大倉大夫、伊藤博文、大倉勝夫らは、このような承認の指示を背景に、ついに反対派を説得した。なお、パークスが日本の鉄道の独立を援助したといっても、その内実は日本をイギリス資本の投資市場として独占しようとするものであった。日本政府がレイと契約を解除した際、レイは損害賠償として2万ポンドの大金を要求したが、パークスは日本政府に圧力をかけてそれを支払わせた。イカサマ氏を推薦したのは彼であったのに、ということです。このレイって人と契約解除したら、違約金払えって言われて、で、パークス、英国公使パークスの圧力で払わざるを得なかったんですね。だから結局こういうことに関して、まあ、契約問題とか外交問題に関して、粒の素人ですから、まあ、パークスの言うがままにやらされてたということですよ。で、さらに、イギリス資本の市場、まあ、イギリスはなぜ日本の明治維新を裏でサポートしたかっていうと、日本の市場が欲しかったわけですよね。それはイギリス人がアヘン戦争をやったのだって、中国の市場が欲しかったわけですよ。だけど中国人はイギリス人から買うもんなんかなかったんですけども、まあ、無理やり買わせたのはアヘンだったわけですね。まあそういうことがありますけども、まあ日本人は別にアヘンを売り込まれたわけじゃないけども、鉄道敷設に関して、外債をイギリスで募集するってことになって、まあ氷回りをイギリスの人に、の資本家に払わなきゃいけなくなったってことですね。まあその中抜き、まあもっぱらパークスはそこで中抜きピンハネをやってたんでしょうね。で、七重村のゲルトネル租借地は政府に反抗した榎本政権が与えたものであるから政府がそれを継承する義務はなかったが、榎本軍降伏後の明治2年6月、函館府知事が改めてゲルトネルに租借権を与えてしまった。それを知った中央政府は直ちに回収に諮り、1年以上もゲルトネルと交渉して明治3年、洋銀$62,500、$63,000という高い保証金要求を飲み込んでようやく解約した。榎本政権が勝手に租借してしまった七重村、ここになんか奈良の木かなんか植えてんですね。原生林ができて、今もあるらしいですけど、ゲルトレネルが植えたらしいんですけど。で、これを回収しなきゃいけない。その後の函館府知事がよく知らなくてそのまま租借権与えちゃったんで、これはまあ中央政府の管理ですから、賠償金払って、取り戻したってことですね。その租借権を。ということです。で、こういうことで、民族利権。民族利権、鉄道敷設権とかその租借権とか、まあ、幕末から新政府になるにあたって、一貫してなかったんで、アメリカ人とか、ドイツ人に、鉄道敷設権や、土地の租借権、取られちゃったと。それをお金払って、まあ、アメリカの場合は、要求を突っぱねて、まあ、時には保証金も払ったりして、民族、利権を回収したということです。で、続きです。悪化、眼科問題。鉄道利権といい、租借地といい、このように早く回収しておかなかったら、諸外国が最恵国待遇条項により同様の利権を要求してきたときに拒否するのは困難となり、日本は列国の反植民地化される危険が多かった。その危険を早く防いだのは、国辱の現実をありのままに認め、ごまかそうとしない新政府の民族的自覚の賜物であった。外国に対する日本の国権を守ることはこのように敏感であった政府も、日本国内での国民の利益を守ることについては少しも誠実でなかった。そのために外交上にも退屈辱を受けることも少なくなかった。先に述べた天主教徒の問題もそれであるが、二部金、一部銀の眼科、悪化問題をめぐる外交はその典型であったということです。今日はここまでです。鉄道利権、租借地に関しては、もう民族利権を早く回収した。これをほっとくとですね、諸外国がどん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 他の要求していくんですね。最恵国待遇条項、他の、まあ、仮に鉄道敷設権
以前の認めてしまったら、他のそういう案件がどんどん他の国からも出てきて、同じような対応せざるを得なくなって、同様の利権をどんどん要求されるんで、それをやられたら反植民地化されちゃうと。だから新政府は、国情的な状況をありのまま見つめて、跳ね返すと、法的にね、外交なり国際法、あと契約関係、何度か、ごまかさないで、やり取りしなきゃいけないと。で、そうしないと自分の国権、自分の国国権を守れないんで、誠実に対処したってことですね。だけど、日本の国民に対しては、利益を守るっていうことはなかった。それが、眼下悪化問題に出てくるということです。それは次回、解説します。今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。